からワークショップに行きます。なんかループするアドビストック。誰かプレミアム。何ちゃん、スアです。スア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 ちゃんです。こんにちは。これ慣れてない？全然撮ったことあるよね。ないないない、めっちゃ慣れてこんな感じかなみたいな。 Vlog いつも見てるから、そうそうそう、ちょっと下見るね。ネイル買いに行きます。もうボロボロなの。スマホのケース来たな。ネイルが終わりました。ワンカラーでピンク、薄ピンクみたいな色にしてもらいました。Something years and still nobody really wants you. Save for all your family and a couple lonely friends. Looking back, it feels like you've been working for this moment. Now that it's arrived, you're wondering when it's gonna end. ネイルが折れちゃってるので、こことこことここ買いに行きます、今から。折れちゃったばっかりなのに、悲しいんだけど。こんにちは。ネイル変えました。このデカめのシルバーのパールつけてもらった。今から映画を見に行きたいと思います。
ネガまでまだちょっと時間あるのでスタバに行って作業したいと思います。ありがとうございます。お待ちください。一番ちっちゃいサイズのキャラメルとあとウロン茶のアイス、はい、あ、OK です。はい、20-something years, still nobody really wants you. Save for all your family and a couple lonely friends. Looking back, it feels like you've been working for this moment. Now that it's arrived, you wonder when it's gonna end. Thank you. I'm going to show you what I bought today. I'm going to show you what I bought today. I'm going to show you what I bought today.ギリシャヨーグルトのボールを作りたくて、それ用にじゃん、この蜂蜜、蜂の巣買ってきました。と、あとトッピングでナッツと、なんかこのポルボロンっていうカルディオリジナルのきなこクッキーが美味しそうだったので、これも乗せてみようと思って買ってみました。あとこれもめっちゃ美味しそうと思って、カルディ行ったらだいたいパスタソースをで帰ってくるんですけど、今回初めてタラコカルボナーラっていうのを買ってみました。あとはいつもこれも買う、でも結構ね最近これ売り切れが続いてたんだけど、今日久しぶりに売ってるのを見たので買いました。今からこのボウルに作っていきます。まずヨーグルトは最近これ漬けたやつなんですけど、グリークヨーグルト、ギリシャヨーグルトって書いてある、これ結構もったりしてて水切りしなくても超ギリシャヨーグルトって感じなので、今流行ってるっぽいのを作るにはこれ超おすすめ。でも私的に味が一番好きなのは毎回紹介してる贅沢ギリシャってやつ。スクープですくって、ほらこんな綺麗な形になるので、次にバナナを半分ぐらいのせようかな。ちょっと机で失礼します。感じ。ナッツ、なんかこっちの方がちょっと寂しいからもう一個ヨーグルト入れろ。砕いきながらこんな感じ。クッキー見て、めちゃくちゃきな粉がついてる。あっ、最後に蜂の巣。なんか最近アサイーボウルとかさ、こういう蜂蜜のボールとか、蜂蜜じゃない、ヨーグルトのボールとかさ、ヘルシーなもの、そういう体にいいものが流行ってくれてて助かるよね。でも全然開かないんだけど、これあーすごい、マジで蜂の巣なんですけど、サクサクしてるんですけど、これをトッピングします。最後に追い蜂蜜して完成です。わーお、じゃん、完成しました。完璧だよねこれ。いただきます。蜂の巣から食べてみようかな。いやー、なんかサクッとしてる。いただき、もうこんな感じだっけ。久しぶりに食べた。なんて言うんだろう、なんかサクサクもしてないけどちょっと湿った、なんだろう、でも見た目通りの食感って感じ。これきなこ味だからヨーグルトと絶対合うんだよね。うん、
最高。でもむしろ蜂の巣よりめっちゃヨーグルトと合う。これおすすめです。めっちゃこのトッピングぜひ作ってみてください。